青津々富士は津々富士科の鶴性落葉木本。有毒の植物で別名、神エビと呼ばれる。緑色の細い鶴は枝分かれしながら、左から右巻き方向に他のものに巻きついて、長さ2メートル以上にも伸び、若い鶴は細かい毛が密生するのが特徴である。鶴は大津々富士ほど太くはならず、直径1センチメートルほどまで成長し、秋になると、 鶴の芯が締まって緑色から四国色へ変色する。葉は五生し、形は前縁で、卵型あるいは広い卵型ないし心臓型をしており、多くは葉先が丸く浅く三列することもあり形にはバラエティがある。長さは6センチメートル前後で、大津面富士と比較して大きくならず、傭兵も短い。表面は少し光沢があり、田んぼうが密生。 葉脈は、基部からの主脈が目立つ。死有一種。夏の7から8月にかけて、塩水果樹が枝先と溶液から出て、単紅色ないし紅白色の小さな目立たない花を多数つける。学片と花びらが共に6枚ずつあり、学片は、外側に小さい学片が3枚、内側に大きい学片が3枚つく。花弁は、先端が2列し、学片よりも短い。 雄花は6本のおしべ、雌花につく、雌しべの中等は6個ある。果実は、角果で、秋に6から8ミリメートルの球状の果実が棒状に、結実し、晩秋の頃、ぶどうのように緑色から青くこなして、目立つようになるが有毒である。熟すると表面はやや、粉白を帯び、潰すと、四国色の汁が出る。果実の中に直径4ミリメートルほどの角が1個入り。 形は扁平で、丸くカタツムリの殻を思わせる。青つづら富士の名は、青は生きている。鶴が緑色であることから、つづらは、つづらなどの籠を作るために用いられたことに由来する。地方により、チンチンカズラ、ピンピンカズラとも呼ばれ、万葉集には黒くずの名で登場する。日本では、北海道から本州、四国、九州、沖縄まで分布し、 日本以外でも朝鮮半島、中国の南部、フィリピン、太平洋諸島などに分布する。低地の草原や山林に生え、土手や山裾、都市部の道端でもよく見かける。鶴、根を希望意と称して、漢方薬に用いることもあるが、希望意義には普通別種のオウツズラフジを使う。ただし、アオツズラフジは有毒植物であり、素人の処方は厳に包むべきである。 昔は、丈夫な鶴を、大津浦富士などと共に、津らの材料としたり、鳥餅を塗って鴨涼に使った。物を縛るのに使われたり、買い物かごや、背負いかごなど、多角的な用途がある。また、アルカロイドを含むために、殺虫剤などにも用いられた。青津浦富士族は、世界の熱帯を中心に11種ほどあり、多くは、鶴瀬で、 実が赤く熟すものもある。奄美大島には、希少種、宝山つづら富士がある。また九州から東南アジアまで分布する磯山沖は、直立の常緑低木で、葉は、やや長くくすの木下に似ており、見かけはかなり違う。ありがとうございます。